今回はエンバードリフトの体験版を遊んでみたいと思います。難易度選択ですね。とりあえずノーマルでいいのではないかと思います。主人公が生まれてきましたね。ここは拠点になるみたいです。ここでお金を払って各種ステータスを上げられるようです。多分これが永続強化の項目でしょうね。本作は日本語には未対応ですが、何が書いてあるかはなんとなくわかると思います。ただ数字のフォントが特徴的で読みにくいというのはあります。ここでプレイヤーの外見を変えられるようですね。スキンによって能力が変わるのかはまだ不明です。ああ、私は自分が混乱していると思っていたよ。ありがとう。ここにいられたらよかったけど、私の趣味じゃないもんで。出口はどこかな？出口？私が知っていると思うのかい？まあ、それはそうだよね。しかし、私の下にあるのは遺伝子の記憶が統一する場所だよ。もしかしたら、そこで移動方法や物の使い方を学べるかもしれないな。それは悪くない考えね。スラジさんは、この下にチュートリアルのステージがあることを教えてくれています。これは持っているお金の数に応じて火力が上がるみたいです。こちらはコンボをつなげた数に応じて火力が上がる。どちらでもいいでしょう。で、何週か遊んで永続強化をつけてきました。ストアページの動画ではすごくハイスピードなプレイをしていましたが、実際にはよほど慣れないとああいう風にはできなさそうです。でも独特のふわふわした操作感覚は他にない感じで、動かしていて楽しいですね。ドキドキかくついていますね。そんな重いゲームじゃないはずですけど。まだ開発中だからかしら。それか編集中だから重いだけで、動画が出来上がったら直っているかもしれません。サム武器はフックショットのような移動ツールでもあります。これで情報にも移動できるようになるんですけど、武器によって若干使い勝手が違います。私は剣か拳銃が使いやすかったですね。乗れなかった。こんな感じで、なかなか PV のような綺麗なプレイはできないですね。アーマーですね。地道に集めておくのが大事。結構精密プラットフォーマー的な要素もあります。
サム向きは扱いづらいものもありましたね。見せまらしてもいいかも。かなり食らってますね。移動の癖が強いのでなかなか慣れません。ピンは比較的コンボが決めやすいですね。上がれた。これがグレネードですね。壁を壊して隠されたアイテムを探索するためのアイテムです。左に攻撃したいんですが、本作はオートイームがあって近くの敵にカーソルを自動的に合わせてくれます。ただ思った方に行ってくれないこともまあまああります。オートエイムはオフにもできますので、後で両方の設定で試してみようかしら。あれはギャンブルですね。外すとステータスがマイナスになります。私はやりません。回復したいわね。運が良ければ中間地点で来るけど。遅すぎると言われました。早くクリアしてくるとここに宝箱があるはずです。一周限定の強化の中にはダブルジャンプもあるんですけど、それが欲しかったですね。ダブルジャンプがあると全然安心感が違います。メトロイドバニアにやりすぎかもしれないけど、上がれないわね。こっちに行こうかしら。強い敵やりました。いけた。アーマーがあったわ。しかしもう体力がやばい。頑張ったけど赤字だったわ。意地悪骸骨だわ。本作では至る所にいます。もう死ぬんじゃなかろうか。ちょっと回復できました。ここは何かもらえるんじゃないかと思ってるんですけど、早く来ないとダメなのかも。しまった、通り過ぎちゃった。体力回復が買えますね。なんとかなった。フォントがね、5だか8だかわからないんですよね。いや5なんでしょうけど。この次がボスですね。しまった、セリフ飛ばしちゃった。もう何回か見てるもんだから。主人公の方は、よう、何か手伝おうか、いい返事だな、みたいなことを言ってます。ボスの方は言葉を話していません。ギシャーとかしか言ってない。というか、この体力で勝てるかしらね。あ、勝てたみたいに。ミガポーションとアーマーをもらいました。自転車操業プレイですね。ここであまり食らいたくないですね。思ったより楽でした。体力さえ回復できれば装備的にはいい感じできてるんですが、意地悪骸骨だ。多分終盤まで悩まされるんでしょうね。もうハイスピードプレイは諦めてます。
ここの操作が難しいのよね。スムーズにいけない。アーマー欲しいわね。グレネードは余っていてよかった。あの販売機は回復できるかも。満タンになりました。これでボスに備えられます。骸骨ね。グレネード欲しい。でもグレネードを取るためにグレネードを使ったからあまり意味がなかったかもしれない。やっぱりイライラ棒的なゲームでもありますね。アンディフレクションといってもうルート変更できませんよってことかしらね。利用移送をしてますね。やった、ついてる。ああ、拾わないと。金は多分かなり攻撃力が高いんですよね。これはいけるかも。お前は創造主の聖域から逃げ出す勇気があるのか。誰だか知らないけど関係ないだろ。私の邪魔をするな。お前の野望は終わりだ。地獄へ落ちろ悪魔め。悪魔はあんたの方だと思うんだが。結構自分を見失ってしまうことがあります。ステージでなんか演奏している人たちがいるのよね。彼らがこの BGM を鳴らしているってことなのかしら。しまった、逃げないと。まだ勝てるよ。ガス中って無敵なのかしらね。そうだと思って操作してるんだけど。やっぱり剣がかなり強いんですね。ただ射程距離は短い。だから戦う相手にもよるわね。当たっちゃった。ここがチャンスよ。切らせてくれないわね。ダッシュというかスライディング。やっぱり無敵というわけではないのかしら。よし、ここへ降りてこい。倒しました。ここまでの所要時間約3時間です。私はローブライクに向いてないのかも。バックバンドの皆さんお疲れ様。資金をもらいました。本作の場合は洋服ではなく見た目が完全に変わります。もや、動物たちに触れてはいかん。紫の目にしてあげようと思っただけよパパ。それは管理された実験体なんだ。私の許可なく DNA の操作をしてはいけない。
パパ、何か手伝おうか。これを言うのは最後だぞ、エリス。ダメだ。お前はもうフィックスではないんだ。お前は足手まといになるだけだ。グラスでも磨いていなさい。もうすぐ終わるからね、お姉ちゃん。あとでギターの弾き方教えてで。わかったわよ。怪物作りを楽しんでなさい。まずは少量のミュータリスの投与から始めよう。待って、ダメ、パパ、お願い。それは嫌な感じがするから嫌い。ほんの少しだから。少しずつ。我々はお前の力を解放したいんだ。続けるんだ。マッドサイエンティストの父ちゃんのせいで妹が怪物になってしまったのかしら。ここが終点だ、ジョーちゃん。私は止められやしない。行くわよ。ああ、俺はボスじゃない。あんたは体験版の終わりに到達したんだ。なんだって、私はまだ始まったばかりだよ。そうだな。開発者だって食べなきゃいけないからな。俺がルールを決めるわけでもない。私はどうすればいいんだ。さあな、このゲームを買うとか。私にどういう得があるんだ。この後も新しいエリアがたくさんあるぞ。イカれた新武器たち。めちゃ可愛くて強いペット。一筋縄ではいらないボスたち。シャレオツなスキン。あんた、それはすごそうじゃないか。ほぼ間違いなく、すごいな。特にペットは楽しみですね。普通の動物なら、だけど。ストーリーも気になりますね。父ちゃんがラスボスなのかしら。ふわふわした独特の操作感が楽しいゲームでした。
PV のようなハイスピードアクションというわけにはいかなかったんですが、私は操作すること自体をもうちょっと楽しみたいなと思ったので、製品版が出たらイージーモードで遊ぼうと思います。あとはせっかくここまで遊んだので、セーブデータを引き継げるようにしてください。それではご視聴ありがとうございました。